君に質問なんですけど、はい、あの好きなタイプは何ですか。うわあちょっとこんな年頃の子に当時好きなタイプ。お前顔真っ赤かなとるやないか。当時性格で言ったら、優しくて明るい人がタイプです。あら、はい、素晴らしい、ありがとうございます。親も初めて聞きました、ありがとうございます。トンボさんでキュンってしたことはありますか。いいじゃん。でもさ、それ常嫁にも聞きたくない。聞きたいです。リオちゃんの後常嫁にも聞きたい。聞きたい、聞きたいよな。絶対聞きたい。前回のオフ会からこの質問が来るかなってちょっと思ってた。思ってたんだ。ってことは、はい、ってことはでもなかったんです。残念。おい、あるだろう。残念つらさん。半端なら君をふわふわしちゃいならどうぞ開演準備した OK 泣いても笑っても愛してねほら Say that day を響かすよ。すごいですよ、はい、この方がシークレットゲストで来ていただいたんです。こちら。ノンスタイル石田。やったー。イエーイ。石サック、石サック、石サック、石サック。余韻チャンネルね。余韻チャンネルを見てる、はいはい、見てくださってる、ありがとうございます。ほんまにそれどうなってんの。余韻チャンネルにサックが出る予定はありますか。確かに確かに。次はもう決まってるんですよ、ゲスト。はい。誰よそれ、言える。言っていい、いいから。いいんちゃうの、あかんの。あっちゃん。すごいやん。え あっちゃん。えあれあれれ、ね、嘘やろ。うん、あっちゃん。目見て目見て目見て、ルックルックルック、うん、あっちゃん聞いてやいや、やっぱちょっと感動しましたね。感動するよな。すごかったですし、歓声もすごかったですし、うん、中野はリュウジ？めっちゃ泣いてもうた。なんで泣いて？せーの、あ、そうか、ごめんなさい。せーの、ありがとうございました。すごい泣いてる。途中から恋は自由。